日々の地震、3日の地震。貧乏人だった人が金持ちになると、自分が貧しかったことを誰にも知られたくないがため、大体過去を完全に拭い去ろうとする。そのため、新しい過去、はじめからお金持ちで優雅な生まれであったかのような過去を作り上げようとする。そうすればするほど、外面の豊かさとは裏腹に、昔貧乏であったことを心の中に背負い続けて生きていることになってしまう。貧乏を隠そうとすればするほど、化けの皮は剥がれてゆく。見栄を張らず、もっと正直に生きることだ。賢者は外面のきらびやかさより内面の豊かさを好むものである。